こんにちは、ロボさんなんで、今日は富良野滝にできれば大滝に歩きたいです。これはスピードストメントのトロップ軌道ですね。これ結構モレの町で見れるのも珍しいな。いや、すいなぁ。はい、こちら周回道が実践してますね。結構咲いてますね。こんな感じです。あちらは遊歩道ですけど、こちらですね、手前の方にも周回道が咲いてます。そうですね、もう8分ぐらいですかね。あともう少しで満開になってます。見頃になりますね。こちらが遊歩道入り口なので、こちらは左側トイレですね。行きます。はい、こちら遊歩道入り口です。こんな感じですね。では加藤コーナーまで行きたいと思います。はい、角のコーナーから奥に入ってるとこんな感じですね。ずーっと続きます。このコーナーまで行ってみます。はい、角のコーナーからちょっと歩いてみますね。まあ、体はこんな感じですね。白くてるなんで、一旦ここで切ります。はい、今午後2時20分なので、帰りのお客さんが多いようですね。こんな感じで、少し先に進んでみたいと思います。こうやってみてますね。はい、次の先、このまま進みました。この階段を登ると、富良野滝が来ます。はい、富良野滝です。ちょっと下の方に、富良野滝がいますので、行き止めないので、上だけアップします。はい、こんな感じですね。それでは、富良野滝、ご覧いただきます。はい、これが奥の、上の展望台になります。ずーっと向こうの突き当たりのところに宿屋小滝の入り口があります。はい、この階段を上がって左手ですね。上がります。こちら左手の奥ですね。はい、宿屋の小滝。こんな感じですね。降ります。ここからの足元が悪いので、定点撮影します。ここはちょっと人目のつかない、危ないところなんで、決して、特に女性の単独行動は、撮影スタイルにしてます。はい、かなり、どのくらいですかね、100メートルぐらいですかね。ちょっとわからないです。はい。パワースポット、宿屋小滝ですね。パワースポットなんですよ、もう一枚。はい。はい、これが宿屋小滝ですね。小さい形ですね。まあ私は、宿屋の滝と宿屋小滝を深く入れて、宿屋二滝と命名しました。まあ、宿屋、大手の福山三脚の高いとこに使われてますね。とアップしてますね。近寄れたら近寄りたいと思います。もうちょっと近寄ってみますか。で、ちょっと2人ぐらいは、こんな感じですね。アスペラバーであるって言うと滑りやすいので、それ以上奥に行けないので、それで終わりたいと思います。それが宿屋でしたら、お願いします。
さようなら。